ルペンの王者トニー・ザイラーがこのほど映画出演のため招かれて来日。空港ロビーは歓迎の人波で身動きもできない有様です。想像もしなかったこの騒ぎには当のご本人の方が驚いていました。やがて共演のワニブチ春子さんと夜の銀座へパレード。一夜にして日本の人気をかっさらった格好です。歓迎会でもザイラーモーデのスポンサーが後を絶ちません。おととし鈍行の三等車で上越のスキー場へ招かれた時とは今昔の感。そのザイラーも競技を売り物にしたという禁じられた報酬にアマチュアとしての厳しい限界に立たされているようです。しかしそんなことには目もくれないあるスポンサーの宣伝部。ブーム作りへ今日も周知を集めてアイデアと緻密な計算が組まれています。すでにデパートではザイラースタイルまでお目見え。抜け目のない便乗ぶりです。一方チャンピオンの誘いを当て込んで雪には縁遠い東京郊外でも200メートルの人工スキー場建設へ。相手がやるならとこちらもまた1億2000万円を投じて山腹へ娯楽センター。その麓では大資本のお裾分けに預かろうとお百姓さんまで商売着を出しています。雑木林もゲレンデに変わるなど銀嶺のスターを迎えて冬山へのブームは着々と作られていくのです。